はい、こんにちは。安藤明久です。今日はですね、棚卸資産の評価基準という話をします。前回ですね、貸借対照表の資産の値って、どのように決めるのかという話をしました。例ではですね、ビックリマンシールというものの例を用いました。756円というプレミアのついた値で売られているんですけれども、当時は30円ということで、30円か750円か、どちらなのかという話をしましたよね。で、この話をした後に、基本的に貸借対照表の資産の値っていうのは、取得原価、手に入れた時の値段で評価をするという話もしました。評価をするっていうのはどのくらいの価値なのかを決めることでしたね。で、それ以外の例外を覚えていくということが大切でした。で、今回はですね、この棚卸資産っていうものも例外なので、棚卸資産についての話をします。で、まず、棚卸資産についての復習です。棚卸資産っていうものはですね、倉庫や、店に置いてある、余った商品のことでしたよね。で、それで流動資産でした。ですから、具体例としては、原材料、置いてある材料だったり、仕掛かり品だったり、製品だったり、あとは商品でしたね。これは前の動画で、ぜひ説明しているので、ぜひ復習してみてください。で、今回はですね、例を用いて説明をします。どのような例かというと、このような例ですね。8月1日に商品50個を買いました。で、この時の値段は1個当たり30円でした。で、また8月2日にですね、商品40個仕入れました。で、この時はですね、1個当たり少し、安くなって20円でした。で、8月3日にも同じ商品を20個仕入れました。で、この時はですね、なんかちょっと台風とかの影響で値段がちょっと高くなって1個当たり50円でした。で、その後ですね、8月4日に商品を30個売りました。このような例で考えてみたいと思います。で、このような例を考えるとですね、1個疑問が起きますよね。それは、どの商品が残っているのかがわからないんですよね。例えば30個売った時っていうものが、8月1日だけの商品を30個売ったのかもしれないし、8月3日の最後に仕入れた商品を30個売ったのかもしれないですよね。もしかしたらごちゃ混ぜに売ったのかもしれないですね。ですから、このようにどの商品が残っているのかはわからないんですね。じゃあ、どの商品を残っているのかっていうものを判別するために、いろいろな評価法っていうものがあります。で、今回はですね、たくさんの評価法があるんですけれど、特に有名な2つの評価法というものを紹介します。では、まず1つ目の評価法です。1つ目はですね、先入れ先出し法という評価法があります。ファーストインファーストアウト、ファイフォとも言います。で、この考え方はですね、古い商品から売れたと考えます。ということは、今回8月4日に商品を30個売ったんですけれども、これは8月1日の商品を30個売れたと考えます。先入れ先出し法っていうものは、古い商品から売れたと考えるので、今回一番古い商品、8月1日の商品を30個売れたと考えます。で、こうなるとですね、8月1日の商品っていうものは残り20個ですよね。8月2日の商品は全く売れてないので残り30個。8月3日の商品も全く売れてないので残り20個となります。それで、おのおのの、残っている商品の値段を計算すると、このようになります。つまり、合計は、先入れ先出し法でしたら、600足す600足す1000で2200円となります。つまり、先入れ先出し法での棚卸資産っていうものは2200円となりますので、貸借対照表には棚卸資産の値として2200円載せることになります。一方ですね、もう一つ、紹介する方法は、最終仕入れ原価法という、方法です。最終仕入れ原価法という方法は、最後に仕入れた商品の値段を使って計算する方法です。で、最終仕入れ原価法は、先ほど言ったように、最後に仕入れた商品の値段ですよね。ですから、計算はものすごく簡単です。最後に仕入れた商品の値段っていうのは8月3日ですよね。ですから、8月3日の仕入れた値段50円っていうものを使います。で、商品を30個売ったので、残っているものは70個ですよね。
つまりここでの考え方っていうものは、50円の商品、50円の棚卸資産が70個残っていると考えるんですね。ですから計算としてはこのようになります。70個 ×50 円ということで3500円、つまり最終仕入れ原価法での棚卸資産は3500円と計算されるんですね。ですからあなたが最終仕入れ原価法を用いて貸借対照表に棚卸資産を記入するとしたら、その値段は3500円となります。で、今日はですね、2つの評価法を紹介しました。1つ目はですね、先入れ先出し法、もう1つは最終仕入れ原価法ですね。で、今回なぜですね2つの計算方法を紹介したかというと、このように選んだ方法によって評価額は変わるっていうことなんですね。もちろん両方メリットがあります。先入れ先出し法っていうものはですね、実際の商品の流れが分かりやすいっていうメリットがありますよね。例えばですね、食品とか、コンビニに置いてある商品とか古いのから売れるようにしますよね。ですから実際の商品の流れが分かりやすいので、会社の実態も表しやすくなると思います。一方ですね、最終仕入れ原価法っていうものは計算が簡単っていうものがメリットです。ですから、このようにですね、評価法にはたくさんあるんですけれども、今回は2つ紹介しました。で、この2つ紹介した理由はですね、評価法によって評価額が変わるっていうことを知ってほしかったからなんですね。これからですね、あなたが貸借対照表を見て、棚卸資産というものを見たら、企業によっていろいろな計算法で計算しているのかなっていうことを頭に入れてから見てほしいと思います。はい、では最後までご覧になっていただき本当にありがとうございました。もしこの動画が参考になりましたら、画面右上のチャンネル登録ボタンをクリックと、いいねボタンを押していただけると嬉しいです。また YouTube の動画説明文のリンクからメルマガ登録をしていただけると嬉しいです。最後までご覧になっていただき本当にありがとうございました。